皆さんも知ってる通り、赤ちゃん陣っていうのは、カトゥーンを辞めて、高行きとコラボしたりだとか、いろんなことしながら、ノグッド TV っていう YouTube もやってますし、今も全然一線で活躍してると思うんですけども、彼を好きな女性ファンってめっちゃ多いんですよ。僕が見てる限りでもめっちゃ多いなと思います。男性で好きって人は見たことないですけども、女性ファンに関しては異常にいるなと思います。そんな陣に会いたいから、ずっと仕事したお金を貯めてるって女の子は僕の後輩がやってるバーのお客さんになるんですよ。で、そのバーのやつから俺電話かかってきて、ヒガさん、赤ちゃん君って会うことできないですかねって言われて。え、なんでって言ったら、いやもうその子ずっと仕事してきたお金貯めてるんですよと。で、陣君に会いたい、陣君に会いたいって言ってて、陣君に会えるんやったら何ぼでも払うみたいなこと言ってるんですけど、無理ですかねって言うから、ちょうどその時、前の動画でも話したと思うんですけど、ユウがお金なかった時やったで、一回ユウに振ったんですよ。ユウとジンが仲いいんでね。もしジンがオッケーで会ってくれるって言うんであれば、いくらかのお金にはなると思うでと。やるんやったら繋げるけどどうするって言ったら、ユウが、いや、やっぱりさすがに友達のことをちょっと利用できないわってなって、やめとこうって言われたんですよ。で、わかった、じゃあもう断っとくわって言って、1時間ぐらいしてからかな。またユウから電話かかってきて、さっきの話ってまだ生きてるかなって言われて。え、どういうことって言ったら、いや、なんとなくジンに話してみたらいいよって言ったんで、やろうかなと思って。あ、そうなんつって。全然多分会えるって喜んでお金払うと思うでって話をして、で、どれぐらいで話しようかお金って、ちょっと俺はピンとこうへんけどって話を言うにした時に、いくらぐらい出す気なんだろうって言うから、じゃあちょっと向こうがどれぐらい出す気あるのか聞いてみようかって話になって、俺がその女の子の連絡先聞いて、直接ライブの後楽屋に行って顔出して握手したりとか、それぐらいってできるみたいよ。どうするって言ったら、ぜひお願いしますと。で、いくら払ったらいいですかっていうか、どれぐらい払うつもりどうのって話をしたら、2、300やったら全然払えますみたいな話になって。じゃあ、また向こうに連絡するわ。って連絡して、2、300ぐらいは払うつもりみたいでって、そんな払うのって言うから、まあまあ会いたい人からしたらめっちゃ会いたいやろって話をして、で、結果は300万もらおうってことになって、ジンが100万、ユウが100万、まあ俺ももちろん100万もらいました。それで設定して、じゃあ女の子やろうかって言ったら、ぜひお願いしますってなったんで、ジンが大阪にライブ来た時、ライブが終わった後、裏口から俺はその女の子連れて入っていって、で、ユウが楽屋まで連れて行って、で、ジンが楽屋で待ってたんで、会わしました。で、サインとかもくれたんかな？写真は撮らんかったと思うんですけど、握手して、グッズとかももらってたと思います。で、もう時間にしたら多分10分ないぐらいちゃうかな。ジンも疲れてたし。で、女の子紹介し終わって、赤ちゃんさんありがとうございましたっていう形で僕らは楽屋出たんですけど。で、出た後に、ユウに現金でお金もらってたんで、200万渡して、じゃあ100万ジンに渡してなって言って渡して、それで終わりました。ジンがそのお金を受け取ったことか僕は、ユウからは受け取ったって聞いてますけど、もう僕は正直わかんないです。ジンには直接渡してないんで。さっきも言ったように、最初の段階で友達やからそんなことしたくないって言ったんですけど、1時間でやっぱり転んじゃったんですよ、ユウは。お金もなかったから。ジンがそれを受けたのが、ユウがお金ないから、それでお金何やったらいいよって言ったのか、ジンがお金欲しかったのか、もうこれは分かりません、俺には全く。どういうつもりで OK したのか。で、僕自身は、タレントさんに合わせてお金払いたいっていう人世の中いっぱいいるんで、そんな人いっぱい会ってきました。で、タレントさんも OK で、その人も OK で、ウィンウィンな関係でできるんであれば紹介してきました。それに関しては結構女性タレントも多かったですし、それを受け取る女の子も含め、男も含め、まあ、それなりのみんな金額取ります。ご飯とか食べに行くだけで500万払った人もいますし、一緒に旅行行って1000万払う人もいました。その辺の話はね、ちょっとまた追って別の企画でやろうと思ったので、その時に全部名前出していきながらやろうとは思ってるんですけども、僕が言いたいのは、今回しろ君の件、僕いろいろ刑事事件の件も含め全部 YouTube で話した通りなんですけども、証拠が弱いだのああだのって言われても、結局広告会社はもちろん仕事を減らしていて、クライアントは抜けていって、広告2本飛んだり NHK のナレーターももしかしたら飛ぶかもしれないみたいな状況下の中で、リュウのことは番組が上がるたびにイメージアップするためにスポーツ紙が取り上げたり、一切マスコミは言わなかったり忖度をしてると思います。でもやっぱり僕がこれを告知したことによって、少なからずともちょっとずつ彼にダメージはあるやろうし、これから彼に仕事を頼もうと思ってたクライアントとかは絶対頼まないと思うんですよ。だってまだ俺が何を持ってるかわからないんで。で、正直このジンにお金あって合わした、別に違法じゃないですけど、これを聞いたジンの不安はどう思うかって言ったら、あ、お金払ったら会えんにやって思う子もいれば、ジンにがっかりするやつもいっぱいいると思うんですよ。で、シロに関してはもっとがっかりすると思う。だって友達を売ってるわけですから、言い方悪くすれば。週刊配ってお金取ってるわけですから。僕はね、それを仕事にしてきた節があったんで、お互いウィンウィンやったらいいですよって話をして、少し手数料もらったりしてましたけども。でも、基本的には、シロ君はそういうことをしないと言っときながらやったっていうことなんです。で、これに関して、もう一つ引っかかってくる問題というのは、金額もでかいんですけど、いわゆる脱税してる恐れも出てくるというのはこういうことなんですよ、これ言いたいのは。いわゆるステマ広告とかでもそうですけど、ステマ広告ってほとんどのタレントってみんな現金で受け取るんですよ。これがどういうことかというと、銀行口座にお金入らないってことは、いわゆる売り上げごまかしてるんですよ、自分の年収なり月収を。で、僕、ステマめっちゃやらせてたんですよ。頼まれてたんで。月間えぐい金額手渡しで渡してます、タレントに。だからそれは、ステマシリーズっていうところで、一回動画でちゃんと、どのタレントがどんなステマやったか全部写真残してるんで、全部出します。めちゃめちゃ多いです。